オーバーワークってほとんどの人が長時間やったらなると思っている人多いと思うんですけど、もちろん長時間だったらオーバーワークには確実になりますけども、時間がまあ30分で終わっているトレーニングでもオーバーワークになることはある。北島達也です。今回はですね、オーバーワークについて説明したいと思います。オーバーワークっていうのはですね、まあ、やりすぎてしまうと、トレーニング効果が薄くなって筋肉が大きくなるどころか小さくなりますよっていうのがオーバーワーク、まあ、ワークをやりすぎるんでオーバーワークですね。で、このオーバーワークってほとんどの人が長時間やったらなると思っている人多いと思うんですけど、もちろん長時間だったらオーバーワークには確実になりますけども、時間がまあ30分で終わっているトレーニングでもオーバーワークになることはあるということでですね、あともう一つ、オーバーワークってやっぱり筋肉がすごい大きくなって中上級者にしかないものだと思っている人が多いんですけども、実は初心者の方がオーバーワークになりやすい場合もあるということですね。オーバーワークっていうのは誰にでも起こり得るし、短時間でトレーニングを終わらせていてもオーバーワークにはなるということを、説明していきたいなと思います。このオーバーワークですね、結構オーバーワークには簡単にならないと思っていてですね、オーバーワークのせいでちっちゃくなってるって思ってる人が少ないと思うんですね。でもこれ、オーバーワークは実は簡単になるし、オーバーワークをうまく防いであげれば筋肉は結構簡単に大きくなるんですよね。で、このオーバーワークっていうのはやりすぎですよね。例えば筋肉が大きくなるのに必要な負荷っていうのが縦だとします。高さだとしますね。で、この時間が横だと思います。で、横に伸びれば伸びるほど、もちろん燃費抑止として細い方がいいってなるんで、時間が長くなればなるほど、オーバーワークにはなりやすくなります。ただこの十分にこうピンとこう上に、刺激を入れた重さがあるとします。で、これは一回このレッドゾーンをクリアしてしまう、要はこの限界を超えてしまえば筋肉は危険と感じて大きくなるわけですね。これ2回3回近いところに行く必要はない。で、2回3回近いところに行くとどうなるかと言いますと、1回しか超えるチャンスはなくて、2回目はもうこのレッドゾーンを超えるほど力が出ないんですよね。ですからここに近いところをもう1回やると、この1回目の強い刺激の運動っていうのはやっぱ重さも使ってるし回数も使ってるんで、ボリュームって言ってですね、例えば100キロを10回やったら、かける10なんで1000キロのボリュームがあるわけですね。で、これ90キロが10回できるとしても、90キロが10回だと、900キロになるわけです。で、ボリュームが1000キロと900キロのボリュームになるわけですね。このボリュームが倍近くなっちゃうわけです、2セットやることによって。ですから1回中心にボンと10回100キロを10回上げて限界を超えたら、次に90キロとか95キロとか近いところでボリュームをもう1回作ってしまうと、すごいハイボリュームなトレーニングになってしまって、結局はオーバーワークになりやすくなるんですね。で、これは結局縦軸っていうのはですね、限界を超えてレッドゾーンを超えれば筋肉が太くなるので、似たようなのをもう一回やるのはオーバーワークになるだけであんまり効果がない。あと怪我のリスクも増えてしまう。じゃあどうすればいいかっていうと、一回ボーンと強い刺激を入れたら、今度はパンプアップって運動軽くして筋肉を膨らましてパンパンにして容量を大きくして別の角度から筋肉を大きくする刺激を入れてあげる。つまり大きくなればこれだけ膨らんでるから筋肉の容量は大きい方がいいんだなっていうふうに考える。だけどボリュームとしてはそんなにいかないわけですね。例えば100キロ上がる人が30キロに軽くして15回ぐらい30キロをやるっていうふうにすれば、ボリュームとしては大して大きくないです。で、それを短時間に収めてセットしてあげるのが一番筋肉が効率よく大きくなる方法なんですね。つまりパンとレッドゾーンまで1回超えるほど限界を超えてあげれば、もう筋肉が太くなるっていうシグナルが入るので、それ以上やる必要はない。で、それに近いところをもう1セットやったら、たかが1セットと思うんですけど、ボリュームで考えたらもう倍の、要は2日分のトレーニングやっちゃってるに近いんですね。そうするとやっぱオーバーワークって結構簡単になってしまう。時間は長くなくてもオーバーワークになってしまいますし、これはですね、1セットを2セットにしちゃいけないんですかっていう時に、1セットを2セットにするともう倍になるから、2日分のトレーニングやってオーバーワークにならないわけはないだろう。で、まあ、確かに僕もその時にそうだなと思って分かったんですけども、これを分かってない人は結構多いんじゃないかなと思うんですよね。1セットと2セットだったら大して差がないだろう、だから1セット限界を超えるようなことをやってももう1セットやったらいいんじゃないかと思うけど、実はボリュームが倍近くなってしまうのでオーバーワークを起こりやすい。で、あと初心者についてですけど、初心者はそんなに追い込めないから簡単にオーバーワークにならないだろうと思っている人も多いんですけども、
初心者っていうのはですね、やっぱりその体力もないですし、回復力もそんなにないわけですよね。ですから初心者も簡単にオーバーワークになってしまいます。でこれ上級者も初心者も全く一緒で、その時に出せる限界の超えるような力を一回出したら、そのチャンスは一度しかないので、何回やっても無駄なんですよね。ですから例えばオリンピックの選手で金メダルを狙う人が 100m を9秒切れるのが1本だとしたら、100m を20秒かかる人でもやっぱり20秒を切るのは1本しか出ない。ですから初心者であっても、あのオリンピックの金メダリストであっても、やっぱり1日に出せる最高タイムは1本しかないわけですよね。ですからそれを考えた時に、初心者でも上級者でもやることは同じで、ただレベルが違うだけで、限界をその時に1回だけポンと超えてあげたら、その後はパンプアップといって軽いので筋肉を張らせてあげる。でそれをやればいいわけで、それを何回もネチネチと重いものを扱って、また同じような重さを徐々に軽くしていくとか、あんまりこの同じ重さを3セットとかですね、やるっていうのは良くないことです。これはオーバーワークになりやすい。ただ同じ重さを3セットやってもオーバーワークにならないやり方っていうのもあるんですね。例えば100キロを10回上げても、本当は120キロとか130キロ上がる人がやればですね、100キロを10回やって、次のセットにもうちょっと加速させて、100キロを10回やると、実際に前のセットよりも加速させることによって重さが生まれるわけですね。そうすると1セット目より2セット目の重いものを持ち上げている、筋肉にとってはボリュームが高いわけですね。さらに3セット目はさらにハイスピードでやってあげるっていうふうにやると、同じ100キロ10回3セットをやっていても、3セット目の方がはるかに、筋肉に対しては重いものを扱っていることになるので、見た目上同じ重さの3セットでも、実はこう上がっていってトップのところで1セットだけ限界を超えて、次はパンプのセットって、こういうやり方をやっている人も結構多いので、これを見て勘違いして最初に限界を超えてポンといってるのに、また同じ重さで3セット無理やりやろうとしちゃって、オーバーワークになっている人はすごい多いと思います。ですからこの同じ重さで3セット、メインセットでやるっていうやり方はですね、見た目通りに捉えてしまって勘違いして、自分も限界を最初に超えてるのにだんだん下がっていくような3セットっていうのはやってはいけないわけですね。そういうことを考えると、オーバーワークっていうのは意外と誰にでも陥ることで、誰にでもオーバーワークを陥る可能性が高いだけにあって、実はオーバーワークっていうのを防いであげると結構筋肉の成長する速度は速いんですよね。ですからこのオーバーワークを考えてワークアウトをしてあげると、今までよりもかなり筋肉が早く発達する可能性があります。ですからこれを見ている方、初心者の方でも中級者の方でも、例えば上級者で短い時間に終わしてるから自分はオーバーワークにならないだと思ってメインセットを3セットやってるような人は、メインセットを1セットにするか、もしくは軽くして軽い重さの中で最後ピークを作るようなやり方をやるか、初心者の方もオーバーワークを気にしてなかった方はオーバーワークを気にしてやるようにするとですね、飛躍的に筋肉が伸びる可能性があるので、ぜひこのオーバーワークっていうのは誰にでも起こりうることなので、起こりうる反面それをやってる可能性はすごい高いわけです。ですからそのオーバーワークっていうのを、しないようにしてもらえば一気に伸びる可能性があるので、試しにこのオーバーワークっていうのを考えてやってみるといいと思いますので、ぜひ明日から、今日からかもしれないですけど試していってください。今回の動画はいかがだったでしょうか。いいと思ってくれた方は、チャンネルの、高評価と登録、コメントの方をよろしくお願いいたします。結構 YouTube で僕のこと怖いと思ってる人多いじゃないですか。で最近なんかこのおまけコーナーで意外と、なんかラフな部分もあるんですねみたいな話あるんですけど、もともと僕は結構おしゃべりで、すごいあれなんですよね、どちらかというとそんなに硬い方じゃないので、今まで硬く見せてくださいって言われて結構頑張ってたんですけど最近はちょっとね、本当の姿を見せようかなと思っています。